皆さんこんにちは、ユースルの凛太郎です。さて今日はパワークエリデータの結合編ということで、列を結合させる方法についてはすでに学習をしたかと思うんですが、データの中にですね、空白があると実はデータの結合うまくいかないことがあるんです。ただこれを解消するやり方がありますので、この動画でご紹介をしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、ということで今回ご用意したのはこちらのデータになります。都道府県、市区、その他と3列あるわけですね。でこの3列目が今回ポイントで、例えばこの1行目見てみますと、ぬる、すなわち空白になっているわけですね。一方でこの6番目のデータは萩の町というデータが入っているというわけですね。でですね、この空白とちゃんとデータが入っている状態だと列を結合するときに動きに違いが出るんだというところを今回確認をしていきたいと思います。それでは早速ですが、まず都道府県、市区、その他すべての列を選択をした上で、この変換というところから列のマージをしてみます。で今回はですね、分かりやすくするためにハイフンで列をそれぞれ結合してみることとしましょう。これで OK ボタンを押すと、はい、確かに結合をすることができたんですが、皆さんご覧ください。1行目、例えば見てみると、群馬県-前橋市- ってなっちゃってるんですね。これ本当はどうしたいかというと、群馬県-前橋市で一番後ろには- をつけたくないんですよ。ただですね、この変換というところから列のマージを使うと、空白のところもですね、ハイフンで繋いじゃう形になるんですね。じゃあそしたらハイフンのところだけ削除してしまえばいいんだということで、例えば列の分割の機能を使ってやろうとするわけですけれども、例えば6行目について言うと、こういうふうに萩の町で入っているので、一定のルールに基づいてこの文字列の一番右側にあるハイフンというのを削除するというのが難しいわけです。じゃあどうすればいいか。これ解決策があるんです。まずこの先ほど適用したステップは削除しておいて元の状態に戻します。その上で都道府県、市区、その他3つ選んだ上でですね、先ほどは変換から列のマージ行きましたけれども、今回は別のところからやります。具体的には列の追加のところから列のマージを選択をしてください。その上で先ほどと同じようにカスタムでハイフンでつないであげることとします。これで OK ボタンを押してみると、はい、一番右側の列にこちらの3つの列を結合したデータ抽出しましたけれども、見てみるとですね、群馬県前橋市ということで求めていたデータが抽出できていますね。一番後ろにハイフンがつかない形になっているわけです。でこれどういうことかというとですね、変換のところから列のマージをした場合と列の追加のところから列のマージをした場合では結果が異なるんだということなんです。変換のところから列のマージというのをしてしまうと、この区切り記号、空白のところについてもつけてしまうわけですけれども、一方で列の追加のところから列のマージをやりますと、空白のところについては区切り記号はつけない形で結合することができるわけです。ですので、例えば自分が扱いたいデータのセットですね、こちらに空白のデータがない場合でしたらどちらを使っていただいても構わないわけですけれども、一方で空白のデータが含まれているようなデータを取り扱う場合には、こちらの列の追加を扱っていただく方がですね、自分が求めているデータ取り出しやすくなりますので、ぜひこの違いを覚えておいてください。で実際にデータを抽出できたら、この都道府県、市区、その他という3つの列いらないかもしれませんので、これを削除しておけば、はい、こんな感じで列を結合させたデータを抽出することができるというわけです。はい、というわけで今回は列のマージについて、変換と列の追加のところ何が違うんだというところをご紹介をしてきました。3つの列を結合させて1列にするのと、列が追加されて結合するんだという違いなんだというふうに思っている方が大半だと思いますけれども、実は違うんだよと、細かいんだけどこれが実務では大きな影響を与えるんですよというところ、皆さんに今回ご理解いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。